お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ごめん。いきなり。ごめんなさい。いや、いいですよ。はい。今日は今頃きっと新潟花火が上がってるんですかね。上がってるよ。あ、そう。うん。見た？あの、インスタグラムのストーリーズで。ああ、そうなんだ。いろんな人がアップしてた。なんか今日夜、ほら、夜っていうか夕方からなんか雨っぽいみたいな話を聞いてたんですけど、なんかね、今んとこね、大丈夫そうで、うん、よかったのかなって感じですけどね。そうだね。ね、うん、あの、今日はですね、はい、あの、最近のうちのちょっと息子くんの話をしようかなと思って、うんうん、あの、まあもう早いもので11月じゃないですか、うん、先日こう帰宅したらですね、うん、あのもうサンタさんにお手紙書いてたんですよ。ああ、はい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 。まあまあまあ確かにもうそういう時期だなと思って、うん、まあ前々からそのひらがなを書く練習っていうのはなんかちょっとずつまあしてたのはまあ僕も見かけてはいたんですけど、うん、まあ一応自分でまあなんとか読めるぐらいのお手紙が書いてあったわけですよ、うんうん、ただですね、まあ、内容はまあ自分の欲しいものと、うん、まあ、弟の欲しいもの、うん、弟にはこれをお願いしますっていうのが、うんうん、優しいねそうそうそう、うん、弟はなんか音が鳴る絵本みたいなことが書いてあったんだけど、うんうんうん、まあ、自分はなんかこうなんか勉強をするパズルみたいな、へーみたいな、ね、うん、ことを書いて、それはサンタさんにお願いしたいんだみたいなお手紙が書いてあったんですけど、うん、そのお手紙の中でね、うん、こう、まあ、まあちゃんと書いてあるんですけど、うん、僕が気になった点がありましてですね、うん、ちょいちょいカタカナが使われてるんですよ、うん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 、でそれ後から奥さんに聞いたらですね、うん、あの例えばさ、うん、ひらがなとかでも、うん、まあ、簡単に書けるひらがなもあれば、うん、何個もこう書いたりしなきゃ、例えばふとか、うんうんうん、ふって結構ひらがなで書くとまあ確かにいっぱいなんかあるじゃないですか、うんうん、なんだけど、うん、カタカナのふってもうこうでしょ、うん、でなんかそれを本人が勉強してるやつも、うん、あれなんてタブレットじゃないんですけど、要はおもちゃのタブレットみたいになってて、うん、ひらがなが順番に全部書いてあって、うん、そこのボタンを押すと、うん、あならあ、うん、って音が鳴るやつなんですよ、うん、でひらがなのあとカタカナのあが書いてあるわけですよ、うんうん、で本人それを見ながらちょっとこう分からなくなるとそれを見て、うん、こうその書くわけですよ。なるほどね。そう、うん、でふを見たら、うん、例えばね、もうふカタカナで書けば簡単じゃないですか、うん、簡単な方ばっかり選んで書いてるんですよ。なるほど。そう、うん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 、で、なんかこうちょいちょいなんでこんなカタカナなんかなって思ったら、うん、いやもう見て簡単なのをもう選んで書いてるんさ、うん、みたいな、うん、なるほどね、なるほどねと思って、うんうん、なんかこうまあまあまあ彼なりにいろいろこう考えながら書いてはいるんだろうけど、うん、ねえ、なんかそっかみたいな。まあね、そうそうそう、難しいひらがなもあるからね。そうなんですよ。なんか、はい、あるあるだけど、うん、お、うん、とか、はいはいはい、が、はい、小さい子逆な逆文字に、そう、鏡文字っていうの、うん、逆になっちゃったりとかね、うん、ゆとかも、うん、逆、なんか逆に逆を書く方が私は難しいけど、いや難しいですよ。そうそう、逆になっちゃったりとかするっていうから、そう、まあ、小さい子特有のね、うん、あれなのかもしれないけど、うん、でもまあそうやって、うん、な、年中さん、今年中ですね。でそうやってやるっていうのは偉いんじゃないですか。まあまあまあ頑張って覚えたんだなとは思いますけどね、うん、あと絵とかもさ、うん、まあこうなんか伸びる伸びるっていうかさ、うん、なんかそれがさ2個になってるんさ、こう絵が2つみたいな、うんうんうん、なんでみたいな、うん、まあ、面白いんですけどね。面白いね、うん、とかなんか最近こう言葉の言い間違いとかも、うん、言い間違いっていうか最近、うんうん、おやつっていうかお菓子のあのポップコーンが好きなんだけど、うん、パパコップポーン買ってきてっていうコップポーン、いやさ言い間違いね、うん、コップポーンだよ、うん、コップポーン、うん、いいんじゃん、まあ、わかるんですけどね、かわいいかわいい、うん、いやポップコーンだよって言うんだけど、うん、その時はあポップコーンって言うけど、うん、また自分が言うね、うん、時間が経って自分が言う時はコップポーンってだってあれじゃん、鍋くんのさ、うん、妹の子供、はい、めいっ子ちゃんもさ、はいはいはい、そうですね、小さい頃トウモロコシのことさ、なんだっけ、うん、トントコ、トウ
トーロコモシ。あ、トーロコモシ。とか、うん、あと折り紙とかね。そうね、折り紙って言われると、みーって言うんだけど、うん、じゃあ言ってって妹ちゃんが言うと、折り紙とか言ってたね。そう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 、みーだよとか、ね、みー、そうそう、みーだよ、ね、みーって。そうそう、今度折り紙になったりしてね。そうそうそう、みーに集中すると折り紙。そうなんですよ。まあそういうのもね、うん、こう、まあ可愛いし面白いんですけどね、うん、なんかほんとね、笑えてくるんですよ。いやいや、そうだよね。そうそうそう、本人ね。でもトウモロコシは絶対間違えるみたいだね。うん、多分うちのもなんかやっぱトウモロコシはなんかこの間もやっぱトウロコモシって言ってたような気がする。うん、なんかうん、なんだっけ、うん、トトロのメイちゃんもトウモロコシ間違って言ってたもんね。うんうん、そう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 、やっぱ言いにくいやつあんだな。言いにくいし、うん、なんかね、そういう文字もね、うん、反対に書いて、そうそうそう、余計難しいじゃねえかって思うんですけどね。うん、器用だよね。そうそうそう、うん、まあ面白いですけどね、うん、まあ、だんだんそういうのもしなくなるでしょうから。まあだんだん分かってきちゃうから ね、そうそうそう、そういうのをこう記念にね、写真でも撮っておこうかなみたいな。うん、そうだね。そう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 、うんうん、まあそんなこんなでね、はい、もうまあまあ11月ですからね、そういうクリスマスもまあ近いですけども、うん、まあ、本当にね、あっという間にもうそんな時期だなっていうのをこう子どものことから感じましたという話でございました。で、明日はもう金曜日。明日違う、わかんない、明日金曜日でしょ。今日が木、あ、そう、明日金曜日だね。早いものでね、もう週末、うん、今日が祝日だったからなんかね、土日な雰囲気なイメージですけど、そうでもない、うん、あ、そう、そう、今日私ね、はい、水曜日か火曜日くらいかみたいな、うんうん、そんな感じだった、感じでした。なんかあんまりなんか、え、今日何曜日だっけみたいな。なんかね、こうやっぱり真ん中に祝日とか祭日みたいなのがあっても、うん、感覚としてはね、なんか僕たちにとっては平日みたいな感じですもんね。まあうちらにとっては平日だ ね、だからそういうのも分かってないっていうね、うんうんうん、感じはありますけども、うん、まあ、あとね、明日金曜日、また週末ですから、はい、また一生懸命頑張りましょう。はい、はい、ということで、また明日の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。